とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではいきましょう。さあ今日はですね、最強スキルランキング、これをやっていきます。アップデートでスキル結構増えたよね。その新しいスキルと昔からあるスキル、これをトップ5で発表していきます。それでは早速やっていきましょう。それでは第5位です。第5位が2つあるのよ。まず1つ目、気候ですね。スキルクリティカルで回復、クリティカルで攻撃した時にダメージの何パーセントか分を回復しますっていうスキルなんだけども、最近の必殺技ってさ、ダメージが半端じゃないでしょ。何万とかいうダメージが普通に出るじゃない。それで HP を回復するとほぼほぼ一発で全回復するのよ。なのでヒーラーいらずになる。この気候っていうのはめちゃくちゃおすすめで、この気候一つの技もしくは武器についてると他の必殺技で攻撃した時でもこの気候スキルが発動するのでめちゃくちゃお得なんだよね。なので一つ入れておくことをおすすめします。まあ出るところは限られてると思うんだけども、まあおすすめなので第5位使ってみてください。気候クリティカルで回復です。そして同じく第5位がこれ、鉄壁です。スキル鉄壁護身術だね。受けるダメージを何パーセントかカットするっていうスキルになります。最近のボスってめちゃくちゃ攻撃が痛いでしょ。もう極の敵とか行くと普通に 2,3,000 もっと 4,000 とか受けることあるじゃない。あれが単純に何パーセントかカットされるってことで生存率が上がっていいスキルになってます。まあ一つ入れとくとだいぶ安心かな。まあこれもね、同じく出る場所っていうのが限られてるので、まあ見つけたら一応取っておくっていうのをおすすめします。これなかなかいいですよ。第5位、鉄壁護身術です。それでは第4位、第4位はこのスキル、スピードスターです。普通にはねあんまり見ないスキルなんだけども、マゼラボルト、あいつが落とす武器でたまにつく、マゼラボルトの武器にたまにつくスキルなので見かけたら取っておくことをおすすめします。もうほんと単純に素早さが何パーセントかアップするってめちゃくちゃいいのよ。常にこれなんで夜の学校とか結構長くかかるじゃない、クリアするのに。これがね、高速周回できるようになるのでおすすめです。まあ移動も速くなるし攻撃も速くなるっていうので、キャラクターが単純に使いやすくなるっていうのですごくいいスキルだと思いますよ。第4位、スピードスターです。それでは第3位、第3位は無防ノーガード殺法ですね。このスキルはクリティカル率が何パーセントか上昇する代わりにクリティカルを受ける確率が何パーセントか上がっちゃうよっていう、ちょっとねリスキーなスキルとなっております。でも元々の、キャラクターのクリティカル率最大まで上げても 25% なのよ。それにこのクリティカル率が入るとまあ2回に1回はクリティカルが出るのでダメージが単純に上がります。でこの非クリティカル率、敵から受けるクリティカル率ね、これ上がったとしても宇宙服とか着てればいいから、クリティカルを無効にするものをつけてれば全く関係なく、もうほんとクリティカル率が上がるだけの
スキルになってしまいますので、その2つを合わせてつけるのをおすすめします。まあ、ただただこれをつけてるとかなりリスキーで、5区のボスからもう本当に即死をねバンバンもらっちゃうのでおすすめしませんけども、クリティカル無効装備とつけるとかなり強いスキルに変わっちゃいます。まあ一応ね、無効スキルが出たら取っておくことをおすすめしますよ。第3位、無効ノーガード殺法です。それでは第2位いきましょう。第2位のスキルはこれ、強さの代償です。このスキルも結構レアなんだけども、ボスのねマゼラボルト、あいつが落とす武器にたまについてる。なので見かけたら一応ね取っておくことをおすすめします。スキルの効果は攻撃力が何パーセントかアップするけども、特殊技を使った時に HP が減少するっていうやつ。まあ HP 減少するけども、そう大したことないから、そんな大したことないので、まあ全然必殺技使っていって OK です。まあ言うてみれば気候を入れてれば HP すぐ回復するからね、全く関係なく攻撃力だけ上がる、そういうスキルとなっております。まあ俺が持ってるやつでも最大でね 23% なのよ、攻撃力アップの幅がね。多分もっと上がる、 30% ぐらい上がるやつが存在すると思うので、まあそれを見かけたら取っておいた方が絶対いいです。まあ 20% ぐらい上がるやつでも全然強いので、おすすめのスキルですよ。第2位、強さの代償です。それでは第1位、第1位はこれね、本当におすすめ、ダントツでおすすめのスキル、捨て身です。スキル捨て身の覚悟、防御力が 20% ダウンするけども攻撃力が何パーセントか上がるっていうやつ。この上がり幅がすごいもん、俺が持ってるのでも 45% 上がるのよ。これ 50% とか上がるやつもしかするとあるかもしれない。 1.5 倍だよ、それは半端じゃない。 1.5 倍になるのはすごい。で、防御力が、まあ、20% 下がってしまうんだけども、まあ、これも同じだよね、あのいつもの装備、宇宙服ね、クリティカルを受けないっていう装備をつけてればさほど気にならないので、まあ、全然ねつけていった方が俺はいいと思う。本当におすすめです。強さが段違いになる捨て身、このスキルナンバーワンです。はい、ということで今日は最強スキルランキングやってみました。本当にね攻撃的なスキルが結構出てきたので、いろいろと選ぶことはあると思うけども、捨て身ほんとつけてみて、マジで違うから、本当に強いスキルです。ただ防御力は下がって死にやすくなるかもしれないけども、まあそこはねうまいこと防具とかでかわしてみてください。おすすめです。ではね、また出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。そして公式 LINE もやってます。公式 LINE では実写動画、そして妖怪学園の動画など出しております。チェックをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。